が完成し、メトロネットワークはなお一層充実することになりました。黄色いな。これより開業した順番に各路線をご紹介します。なお説明をしている間、路線の脇にあるランプが点灯いたしますので、どうぞそちらにもご注目ください。まず最初は台からオレンジの銀座線です。今から84年前の昭和2年、上野から浅草間 2.2 キロに開通した日本で初めての地下鉄路線です。なお現在では渋谷から浅草間を、こちらはこの地下鉄博物館に展示してある銀座線線型跡に登場した銀座線線型といいます。またもう一方の銀色にオレンジを描いた電車は昭和59年に登場し、現在も走行中の丸っていたしました銀座線01系といいます。結構列車が増えたな。さて続きましては赤いラインから出ている路線です。こちらの日比谷線は当時の営団地下鉄初の相互直通運転を始めた路線です。相互直通運転とは、他の鉄道会社の路線等を乗り換えなしで結ぶ大変早く動かして